だね。本当にやるの偉いね。みんながさ、コメントでさ、おすすめのアイスめっちゃ教えてくれるのね。アイス禁止にするって言ってるのに。でもやっぱりさ、せっかく教えてもらっといて食べないってのは申し訳ないからさ、アイスは食べようと思って。アイス禁止を禁止しようと思って。確かにみんな美味しいアイスを教えてくれてたね。ママと邪魔されてるね。と思ってんのかな。やっぱ豚だと思ってんのかな。そんなことはしないでしょ。だからおかず減らして。オッケー、じゃあこれくらいでいいかな。ちょっと思ったより少なくて、なんか今すごい寂しい気持ちになったから、もう少し増やしてほしいな。じゃあこれくらい。まだちょっと悲しい気持ちになるから、もうちょっと。これくらい。もうちょっとかな。これじゃカナちゃんの方が多くなっちゃうじゃん。じゃあカナペの方のサヤインゲン2個あげるから、ケイトくんの方のお肉1個ちょうだい。意味わかんない、意味わかんない。ちゃんとサヤインゲンも食べなきゃ栄養あるんだから。サヤインゲンの1本や2本分の栄養分なんて他のものでちゃんと取っとるわ。まあ間違いないけど、お肉はあげないよ。でも数的にケイトくんの方が多くなる。ならないよ、おかしいでしょ。なるほど。じゃあもういつも通り半分こにしようよ。どうだろうって何。いや、わかった。じゃあ私ご飯なしにするから、おかずちょっと多めにちょうだい。おかしいでしょ、僕の分減っちゃうじゃん。私のご飯あげるよ。いや違うでしょ。難しいね。ダイエットって難しいね。いや難しくないよ。おかず半分こして、ご飯普通に食べて、アイスやめればいいんだよ。そういうやり方難しいね。難しくないよ。チャンネル登録してお願い。